19年完成、1921年公開、パテ制作、配給によるフランスのサイレント映画である。原作は、ビクトル・ユボの93年。1914年にアルベール・カペラニによって撮影が開始されたが、第一次世界大戦によって制作が一時中断され、アメリカに渡ったカペラニに代わって、アンドレ・アントワールが完成させた。 情け容赦のないラントナック公爵の老い五番は人道主義の僧侶、シムルダンに会い、啓蒙思想の影響を受け、革命が起こると共和国側に志願する。反革命の拠点ンでに指揮官として従軍した五番はその人情け深さのゆえに公安委員会に密告される。そのためダントン、マラ、ロベスピエールの依頼により、シムルダンは全権を与えられ五番の監視役として派遣される。 その番での応答派を率いていたのは、おじの公爵だった。激戦の末敗北したおじは、脱出を図るが、人質としていた三人の子供を、要塞の火事から救い出すために一人立ち戻り、革命軍に捕らえられる。そして男主刑を宣せられるが、五番は身代わりとなって牢からおじを逃してやる。シムル団は、五番を、ギロチン大に送らざるを得なくなる。処刑の日、 シムルダンも自ら命を絶つ。ありがとうございます。